はい皆さん、こんにちは、サンソンチャンネル、ンンです、まあ、パソコン壊れてるんで、しばらくはあのこういった形になるかと思いますまもともとサンソンチャンネル、こうやってあの収録でやってたんですよね。で、あの前のパソコンが結局、あのハードディスクがしょぼくてですね、まあ、すぐにいっぱいになっちゃうと、まあ、いうことであの、パソコンの中にあのデータを貯めないようにするためにあの、ライブにしていたという経緯があるんですよね。 まあなんで、いずれにしてもパソコンがあの修理から帰ってくるまでは、ちょっとこれになるかなという気がします。うん、ということですね。はい、で、これかな であのデータ共有したと思うんですけども、今日の山村チャンネルですね、はい、今日からの新しいシリーズということになっていきます。きで,ですが、ね、福縄克也先生が、えー、菊川和正先生を訴えた事件の判決ということですね、で明日が、えー、水瀬レムさんという方ですね、まあ、これ、加盟ですけれども、を訴えた事件の判決と、で明後日が、えー、アッキーさんが訴えた事件の判決と。 で土曜日が、えー、金曜日か、金曜日が、立花孝さんの40点をですね、土曜日が私を訴えた事件の判決ということですね。一応、土曜日までで福永克也シリーズは一応、あの一巡かなというところでございます。まあ、日曜日はあの私があの田辺弁護士を訴えて勝った事件のです、ねまあ、逆転勝ちしたわけですけれども。 まあこの判決を見ていこうかと思っております。今、うんまあ、もうパソコンの中に全然データないからね。<laughs> あの古いのしかできないという感じでございます。月曜日以降どうしようかって感じですね。というところでございます。で残素チャンネルですね、まあ、収益化しておりませんので、まあ、今の QR コードからあのノートの方を読むことができますので、まあ、投げ銭代わりにノート買っていただければありがたいです。 一番上に映ってますけど、あの三菱 UFJ 府中支店普通の0577570と、まあ、これもあの投げ銭先となっておりますので、まあ、よかったらご活用いただければということでございます。でまず、今日の判決、今日の事件からですね、令和5年8390という事件ですね、民事5部の山下久美子裁判官の判断ということですけれども。 青山正幸、えー、弁護士の方ですね、この方が知念先生訴えた事件ですけども、110万払えと。から2つの投稿を削除せよということですね。まあ、訴訟費用としては5分の1被告残りを原告ということで、まあ、500万ぐらい請求したのかなってことは、うん、ということだろうと思います。で、これですけど、青山先生のツイートによると、 えー、河野太郎ワクチン大臣のワクチンで不妊になるというのはデマという発言に対し、えー、デマではなく中長期リスクは不明であるというふうに私がと、が、まあ、青山さんが投稿したところ、ワクチンで不妊になるなどのデマで反ワクチン活動をしたとの虚偽の事実を適視して名誉毀損したということですね。うん、なるほど、まあ、確かに 中長期的なデータ出てないんで、あのその可能性がないわけじゃ、確かにないわけですよね。なんで、で青山さんは結局あの、ワクチンで不妊になるとは言ってないんですね。不妊になるかどうかは不明であると言ってるわけですよね。まあ、なんで、真実ではないということなんでしょうね。う これも民事5部の、まあ、合議の事件ですけれども、川崎直也裁判長の判断ということですけれども、まあ、深田萌さんが足立康さんを訴えた事件で33万円払えということでございました。まあこれ、は足立さんね、なんかあの深田萌をなんかしばき倒すとか言っちゃってんだよね。まあなんでこれはだめでしょうね、やっぱり。うん と思いますね、まあ、判決見てないんで分かんないですけど、まあ、なんで多分それで侮辱を捉えたんだろうと思っています。これは例の虎ノ門産業ビルの話ですけど、あの令和5年の5609という事件で、琉球キャピタルマネジメントが、虎、えー、ノ門産業ビルと、まあ、その経営者というか、関係者ですね、えー、2名の方を訴えた事件の控訴審があって、 でこ控訴人が欠席なんだよね。うん、なんですけど、まあ、陳述犠牲であのやっていました。まあ、なんで控訴棄格になる可能性が高いのかなという気がします。6月13日、判決ですね。虎ノ門産業ビルってあの、まあ、裁判所からも近い虎ノ門の交差点のすぐ近くにあるあのビルなんですけども、なんかその経営者、まあ、このまさに 訴えられている2人なんですけれども、この2人がなんか誘拐されてるんじゃないかと、まあ、いう噂のところですね。あとまあ、わけわかんないのが、令和5年は23026という事件ですね。えー、マッチングアプリ、PJ のなんかね解約、強制解約の撤回かなんかですね。多分出入り禁止になって、それを撤回しろという訴えだと思います。 で前回、この原告の方、の大抵命令食らってるんですよね、騒ぎすぎて。うん、で、今回も、あの、裁判所職員がもう、10人ぐらいかな、詰めかけてましたけども、今回は普通に終わったんじゃないかなと思います。から、令和5年、業務の159という事件ですね、民事38分の事件です。で、これ、ようやく弁論になったんですけど、 なんか東京都がまた新しい論点出してきたみたいで、まあ、そこでまた弁論準備になりました、次回6月3日10時半だったかな、弁論準備ということで、非公開ですね。で、これもあの情報引換時決定の取り消しの事件ということです。まあ、原告告代代理理人人人松永先生ですねから被がが3人の方がいらしてましまた で今日のメインですね、令和3年はの1、2、6、4、8という事件です、民事31部、河野事件ですね、福永克也先生が菊川、えー、和正先生を訴えた事件ですね。これは、えー、と令和3年だったかな、4年だったかな、3年だよね、1月25日に提訴しているということですね。投稿記事が20個ぐらいあんだよね、えー、福永克也、不愉快どころか害悪じゃねえか。 福が活用なるものは放送界にとって害悪かもしれないけど、小麦アレルギーじゃない点で私より勝ってますからね <laughs> いやこれ小麦アレルギー関係例だろうと思うんですけどね。ー福くながモラルなさすぎ、ワロチェンコフなんだ <laughs> です、ねはいで。これ、もともとこの3つだったんですけど、4月21日に請求拡張されたのがこちらですね。旅行マウンター、口悪い50倍金持ちおじさんとかですね。 50倍の人、普通に好きじゃなかったけど、たぶん50倍って技でエゴさせて、僕みたいな方末にもギャンつけてくるの可かわいくなってきた。山登りとか三ツ星郎さん、セーフカとか頑張ってねって思ってる。うんこれとかさ、どう見ても侮辱じゃ、あの、呪人限度を超えた侮辱じゃないよね。まあ、若干嫌っぽいあの、なんか京都人の発言みたいなところあるけど、<laughs> まあそうは言っても、これ、受人限度を超えた侮辱かっていうと、そんなことはないでしょってわけですよね。う から、えー、福永先生っていうより、50倍っていう方が通りはうさないのかもしれない。うん、まあこれもね、どこが侮辱なんですかね。50倍の人、本当すげえから、ブロックするのは一番い,いと思う。福永先生は50倍稼いでることを答えることに強調し、強みにしたりも、貧民たる我々と同じフィールドでわざわざ置いてくださって、我々と同じテーブルの対応をしてくださったお方なんだから、むしろ讃えるべき。こんなんでも50倍稼げるんだって希望になる。もうこれもね、どこが侮辱なのかよくわかんないですよね。うん でも、50倍マンは50倍稼ぐすごい人だから、下地もみが騒げるようにわざと間違えたんでしょう。知事知ってる。うんえー、福永は50倍弁護士をかけて、50倍ってつければ何でも受けるみたいな空気出て、その点のみ感謝に値する。うん、ゲハウと福永弁護士、同じ香りを感じる。福永くんさ、この福永くんさ,あさあこれ、これよく訴えたよね、これね。うん 会話は皆さんいいからニコ動とかでなんか変な感じの動画を見て心を浮かせていると思う。弁護士登録してるとのことで有名な福永君が弁護士の飯のための食い代しをなくすような変な迷惑をせずに N ココの友達になってほしい、応援していると。うん、福永君は話題にこと書かないんだけど、今くれば今後死ぬまで彼についての話題密ミッキーしたくないで。次もそうですね、福永君さあ、福永君にブロックされました。 ブロックされましたで、これがどこが侮辱やねんって話だよね。福永君の訴状に名出しで出てきた人しかわいそうだけ全員やべえやつなのかってフィルターした。これもさ、訴状にならしで出てきた人っていうのは、その、なんていうの、菊川先生が誰を、まあ、仮に侮辱してるかといったら、その福永先生の訴状に出てきた人たちですよね。うん、なんで話になってないですよね。うん でここから先はねあの、訴えられたものとしてのなんか、あの決意表明ですね、全部。ふな克也なるものから10万円の損害賠償請求されました。全力でぶちかましますとかですね。ふなわ君、何人相手にしてるんだ。福永克也に訴訟提起された影響でツイート伸びてフォロワー増えたの、まじで怪我の巧妙。福永克也、過骨い前傾しているから当職のツイートが何の発言を出したのか特定できないのか、反論がしづらくってやつですね。 いろいろと法律的に面白い政治かもと思ってます。魅力を尽くして弾き上げます。わじのぞいてないので見つめられました、うん。ただでは死なねえよとかですね。乱祖パーティー始まったとかですね。だんだん乱祖でだいぶ放送ですかありがとうございます。勝ち上げますとかですね。うん 一人親の方は一人しい法育事務所に依頼していい結果出なかった人がツイッターで文句言ったような場合も含めて名誉毀損で損害賠償するんだろうかですね。過去の服のアツいだと過去の実績、やばいの多すぎてどれが何やら分からんチョになってる。まあ、こんなのが延々と続くわけですね。で、えー、と請求棄却ということですね。 もう見て分かったと思うんですけど、もう一見して明らかに違法じゃないだろうと、例えば福永君さとかさ、どこをどうやったらこれが違法になるんだって話ですよね。うんなんか乱祖って言われて訴えてるけど、これ、乱祖そのものだと思うんですよ。っていうことですね。 でまず投稿1についてですけれども、あの福永は不愉快どころが外悪であるというコメントをしているんですけど、まあ、実際、例えば、えーじ、自身の著書のウェブ上の購入ページへの URL リンクを添付したリプライをしたりとか、ですね、せいぜいコピーメールを送られているだけのブスが自信過剰になっちゃいかんよとかですね、うん、法律とモラル以外は大体守る弁護士とかですね、まあ、こういうことを言っていて、まあ、確かに批判と対処なりうる言動をしていると。 ということですね、まあ、なんで、そういう行動に対して苦言を呈しただけということですね。はい、から2番も一緒ですね、放送会にとって害悪であると言ってるんだけど、まあ、こういったあの女性に対してですねせいぜいコピーメールを送られたときのブスが地震感情になっちゃいかんよとか、ですね、まあ、こういうツイートをしているので、まあ、そうでしょっというわけですね。から、モラルがないことを非難する投稿についても。 例えば、損害賠償の被告について、養分の方々と呼ぶなどしているということですねで。それに対する意見ですよ、と。で、福永が口悪いと言うんだけど、まあそうでしょう、っていうことでしょ苦言を呈したと。ね。から、五、十二、十五、十七。これ、福永くんさとかそういうやつで、も <laughs> うこれが侮辱に当たるわけねえだろうってことで、産業でもありですね。 から、50倍という方が通りが良いと述べるにすぎず、あの侮辱的な意味合いとは言えないと、ねうん。で、これもまあ、7、11、14に関しても意見を表明したものにすぎないと。うん、だ普段からブロックされましたとか、そんなのばっかりですかね。から、8、9、10もそうだと。ですね まあ50倍稼ぐことを強調して、るけれど、それで揶揄しているけれども、別に侮辱的、著しく侮辱的とは言えないと。た、うん、だ、弁護士の食いだねをなくすような変な迷惑をせずと言ってるんだけれども、令和元年9月21日に、文句だけ言っている弁護士の中でも、一通り流行って議論がついたらやめちゃうかもだけど、非弁業者も引き続き応援しています、みんなで救ければいいよねと。 というふうに、非弁行為を容認するようなツイートをしており、まあ、それに対する意見論評だということですね。から、18年33について、もう裁判官もなんか、あまりにも乱想っぽいのが多くて嫌になってますね。<laughs> もう、いくつこれ、15個の投稿全部まとめて、あのいずれも結局、訴訟提起後の投稿で、 あの勝ち上げます、ひねり上げます、ぶちかましますっていうのは結局、訴訟に対する意気込みを述べるものにすぎないと、<laughs> なんで、侮辱になるわけねえだろうとということですね。はい、まあというわけですね、まあ、菊川先生の投稿、まあで、あと27、28に関しては、その名誉毀損なるかどうかっていうような話だね。うん でその内容としては、原告が本件を含め、複数の弁護士に対して、名誉権侵害の訴訟を提起していることを乱訴として非難するものであるということですね。ただ、これに関しては、複数の弁護士に対して訴訟を提起していることについて、手当たり次第に行っていると感じており、それが問題であるという意見を表明するものだけだと。なんで社あの、社会的評価が低下するとは言えないし、不法行為になることもないと。 まあ実際だって高橋先生5回訴えてるわけだし <laughs> かん、えー、から宮子先生も2回訴えてるわけだしって感じだしね。うん、から12人の,あの弁護士に対して訴訟告知もしてるしね。<laughs> まあ、それは乱訴って言われてもしょうがないんじゃないのでしかも全部負けてるわけだからね。というわけで不法行為とまでは言えないと。 民事31部のマスコ裁判官の判断ということですね。せいぜいコピーメールを送られているブスが地震化剰になっちゃいかんよとです、ね、文句だけ言っている弁護士たちの中でも一通り流行って議論が落ち着いたらやめちゃうかもだけど、弁護者も引き続き応援しています、みんなで救えばいいよねとのツイートをしていたと。 でこれ控訴審も言ったんですけど、控、ま、訴、あ、審も結局、請求棄却ということですね、本件、控訴を棄却する、控訴、えー、に負担すると。まあばかばかしんでも控訴審はいいでしょう。<laughs> ということで、まあ、遅ればせながらですけれども、菊川先生、あの大吟醸、少々おめでとうございます。<laughs> なんか投稿内容を見ると、本当に外周一色という感じですけどね。まあこんな こんなの負けるわけねえだろうって感じですけどね、まあ、ただ訴えられた方としてはね、やっぱり嫌でしょうけどね、うん、だし、自分のね仕事も時間取られちゃうしっていうので、嫌だったとは思うんですけども、まあ、本当に順当な結果になってよかったなというところでございます。 でね、令和納豆の事件ね、えっと、令和5年上野182という事件ですけど、控訴になったらしいね。うん、であの事件さあの、水戸で結局パソコン使うのとか言われて、まあ、簡単なメモしかしてこなかったんだけど、控、う、訴、んまあ、審でこっちに来れば、まああの、ちゃんと閲覧できるかなって感じですね。まあ、原告が控訴したのか、被告が控訴したかわ分からないということですね。面白いですね。 アワヨ弁護士と知念さんの裁判、今日判決であるので、こ行お願いします。ということで、先ほど言ったように110万ということです。堀口さんに仮、債権差し押さえ命令が出たそうです。さんさんも賠償権しゃべってない事件がありますが、債権差し押さえ命令は発令されないでしょうか債権、だから、どこに口座を持ってるか分かんないとダメだから、債権って大体銀行預金なんですけど、どの銀行に預金があるか分かんないとできないじゃないですか。なんで難しいんですよね。 いいうことででございますであと、まあ、回答したやつなんですけど、収録だとチャットを読んでもらえなくて寂しいのですが、いつから生配信戻るんですかって言うんだけど、結局、前のパソコンないと <laughs> 収録できないんで, <laughs> で、今、修理に出ててどう、いつ修理が終わるかはもう分かんないんだよね。てか、そもそも修理が可能かどうかも分かんない。で、そのメールを待ってる段階です、今。はい、なんで、まあしばらくは無理なんじゃないの、うん でこれあの、ズームでさあの、録画してるんですね。まあ、なんであの、収録参加したい方はどうぞということなんですね。うん、で、その次の質問が、収録参加の資格要件はネカマですかっていう質問だったんで、まあちょっと、一応回答として、美鈴さんにリンク先をあの送り教えますねっていうことで、まあ、実際に美鈴さんにリンク先送ったんですけど、まあ、これ投稿した後でさ、 これまたなんか、問題になるかなと思ったんですぐにあのツイートの方は消したという次第ですね。はい、まあいずれにしてもそんなところでございます。と、はい、いうところですね。うん、で、明日は、 あ、ね、明日はあれか、えっと、水瀬レムさんの事件かなあの、福永克也が水瀬レムさんを訴えて請求棄却になった事件ですね。 これをやっていきますので、あのまあ、よかったらあのまたご覧いただければと思います。じゃあ、えー、そんなわけで、えー、皆さん、ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい